フルーム渓谷とは北アメリカ大陸の南東部のリバティー山の山麓に存在する河口岩の岩盤を小川が侵食してできた小さな渓谷である。フルーム渓谷の写真。フルーム渓谷はアメリカ合衆国のニューハンプシャー州における観光地の一つとなっている。ゴルジュとは特に両側の岩壁が絶壁の渓谷を意味する英語である。その名の通り、 このフルーム渓谷は谷底を流れる小川の両脇にだいたい20メートルの高さの河口岩の崖が存在している。ただし、その規模は小さく、渓谷の長さは約240メートル程度である。そのようなこともあって、長らくこの渓谷の存在が広く知られていなかったものの、1808年に当時93歳であったジェスおばあさんによって偶然に見出され、 さらに、その夫も、警告を見て、夫婦ともども警告の美しさに心を動かされた。以降、この夫婦は、フルーム警告の美しさを人々に伝えるようになった。この結果、次第に観光客が訪れるようになり、周辺に道路も整備されていった。現在では、付近にビジターセンターも設置され、また、谷底に遊歩道も整備されていて、 毎年5月中旬頃から10月末頃まで所定の料金を支払えばこの渓谷の中に入って遊歩道を散策することが可能である。なお、フルーム渓谷を訪れるためには付近の街までバスが運行されてはいるものの基本的には自動車を使って近くまで行きそこからは遊歩道を徒歩で進むのが普通である。フルーム渓谷付近ではおおむね10月末頃に 雪が降り始める。なお、基本的には10月最後の週の週末までが、フルーム渓谷の観光を行える時期である。2007年現在、大人は10アメリカが衆国ドルであった。子供は割引料金を支払う必要があるものの、商には無料であった。2007年現在、例えばフルーム渓谷から南に、約5キロメートルのところに形成されている。 リンカーンという小さな町には一応公共のバスが運行されている。しかし本数が少ない。さらにバスを使った場合、フルーム渓谷までは近隣の町から片道数キロメートルを歩く必要が出てくる。ありがとうございます。